で、次に、ありますのが、定理2.8ですね。これ、定理2点、教科書ですと定理2.7のすぐ下にあるんですけれども、これは回数標準形の一位性ということで、これはどういうことを言っているかというと、この行列 A に対して、2通りのやり方で回数標準形を求めましたよということにしましょう。1個は B を右からかけて、B を左からかけて C を右からかけました。で、ここの単位行列は E の R、 つまり R 字の単位行列になりました。で、もう1個は A に B プライムを左からかけて、 C プライムを右からかけて、で、 E の R プライム字の単位行列になりました。っていうふうに得られたとしますと、実はこの単位行列のサイズは等しいですよっていうのがこの定理です。だから、どんなやり方でこの回数標準形を求めても、この時に得られるこの単位行列のサイズは必ず一通りに定まるということを言っています。で、一応ちょっと証明ですね、ちょっと面倒かもしれませんけれども、どういうふうに示しているかというと、こちらがですね、どっちだ、この右側のやり方で求めた回数標準形で、後の方がこれ左側のやり方で求めた回数標準形なんですけれども、これをうまくですね、強引にこじつけて、その右側の方で得られた回数標準形を左側ので得られた回数標準形に、何か行変形と列変形を組み合わせて求めたという形を強引に作ったんですね。で、どういうふうに作るかというと、まず、右側の回数標準形っていうのは、こんなふうに A に右側から B プライムをかける、左側から B プライムをかける、右側から C プライムをかけるっていうふうにしてできているんですけれども、ここに強引にですね、左側には B のインバースかける B、 それから右側には C かける C のインバースっていう行列を突っ込むんですね。で、見かけ上、この B インバース B っていうのは単位行列で、 C かける C インバースの単位行列だから、これと等しいわけなんですけれども、強引にこういうのを突っ込むと。そうすると、実はこの真ん中にですね、BAC っていう行列の形が出てきますので、この BAC っていうのは、この先ほどのこの左側の形で得られる回数標準形がここに実は入ってくるということを言っています。で、こうして見てみたときにですね、この右側のですね、この回数標準形と、その右側にあるこの C インバース ×C プライムっていうこの行列の積に着目します。これですね。で、これっていうのは、実はこの C インバース ×C プライムっていうのは、これ列の変形ですので、こちらの左側の回数標準形に列の変形をいくら繰り返しても、得られているその行列のこれ行の数は変わらないはずですね。もともとこの回数標準形というのは、これ R 字の単位行列でしたから、日0の行数は R 行ありました。R 行あった行列に何か列変形をいろいろ繰り返しても、その結果っていうのは、行数、0でない行は R 行で変わらないはずだというわけです。で、そこで、今の求めたですね、この行列にですね、をさらに簡約階段行列にしたものを、こういう形にしますと、実はこの簡約階段行列っていうのは1位に決まるということを言ってましたので、これが右側で求めたこちらの回数標準形に等しくなるはずだというわけですね。ということで、こちらのですね、 F プライムの行数っていうのは、こちらの簡約階段、回数標準形のこの、R プライムかを行数を下回ることはないので、行数R プライムは R 以下でしょうと。で、同じようなことを逆に行えば、R が R プライム以下になるっていうことも分かるので、その両方からですね、実はこの2通りで求めた時のに求まる回数標準形のこの単位行列のサイズは実はいつも等しいんだということが導かれるというわけです。はい。一応ちょっと証明は面倒かもしれないので、とりあえずこういう事実があるということですね。とりあえずどういう形で回数標準形になっていっても、ここで得られる
形、単位行列のサイズは変わらないという事実は覚えておいてください。はい、でしょうか。ということで、回数標準形を求めるとですね、その形っていうのは必ずどういう変形を行っても一定の形になるということで、そうするとこれは行列によって決まる値なんですね。この単位行列のサイズ R ですね。でこの R のことを A の回数もしくはランクと言います。で、まあ、記号ではこのランクの A というふうに表します。で一応、まあ、教科書では回数ってずっと回数を使っているようですけれども、まあ、ちょっと個人的にはランクの方が言うのが楽なのでランクということにしますので、まあ、僕がランクといったら教科書で言う回数のことだと思ってください。でまず、一つ、性質としましては A が M 行 N 列の行列の時にこの A のランクは、まあ、M と N の小さい方ですね、最小値以下になりますよということはまず分かるということは注意しておいてください。まずここまでいいでしょうか。で一応ここからですねこのランクの行列をいろんな形で線形していったときにランクが変わりませんよっていうことをちょっとこれからいくつか紹介したいと思います。